ビートルズの曲で発売されないまま、50年近く経過していた録音作品が、12月17日、新たに一斉販売される。イギリスレコード会社アップルは、理由を明らかにしていないが、著作権の延長が狙いとみられる。ロイター通信が13日に報じた。シーラブズユーなどのヒット作を含む計59曲。すべて50年近く発売されなかった録音バージョンで、 音楽配信サイトで販売するレコード化されていなかった BBC ラジオ向けのライブ演奏も含まれる。欧州連合 EU は2011年音楽著作権の保護期間を録音後50年から70年に延長する新ルールを決定したが50年経過しても販売されていない録音は延長の対象外となる。このことが今回の販売の動機になったとみられている。 これらの録音の一部は違法に出回っていたが、正規販売の録音は音質が高いのではないかとファンは期待している。